コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけど、新型レクサス LM の話をしたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。コウヘイ TV ではトヨタの新型アルファード、新型クラウンスポーツ、新型クラウンセダン、新型クラウン S8 などの動画も配信させてもらってますので、見てもらえると幸いです。概要欄にリンクを貼っています。よろしくお願いいたします。皆さんはレクサスお好きですか？2023年4月18日に中国の上海モーターショーでレクサスの高級ミニバン、新型レクサス LM を世界初公開しました。2020年に登場した初代 LM は中国やアジア、海外専用モデルでしたが、今回発売される LM は国内でも発売される予定です。新型アルファードやベルファイアより先に LM が上海モーターショーで公開されたので、正直驚きました。今回発売される2代目 LM は超巨大サイズです。全長 5125mm、 全幅 1890mm、 全高 1955mm、ホイールベース 3000mm となっており、先代に比べると全長でプラス 85mm、 全幅プラス 40mm、 全高プラス 10mm、 ホイールベースは変わらずとなっています。かなり大きいです。私は全長 5125mm の車を運転したことがありません。パワートレインは 2.4L 直列4気筒ターボハイブリッドシステムに加えて 2.5L 直列4気筒ハイブリッドシステムの2種類が設定されています。パワートレインの組み合わせは新型クラウンクロスオーバーと共通で、先代 LM にあった V6 ガソリン仕様は廃止され、ハイブリッド仕様のみラインナップされています。タイヤサイズが 225-65R 17インチと 225-55R 19インチが用意されています。ホイールはグレードによって違うんでしょうね。発売時期は2023年秋頃より国内でも発売される予定です。 LM には4人乗り2列シートと6人乗り7人乗り3列シートが設定されていますが、公式の発表では日本国内では4人乗り仕様 2.4L 直列4気筒ターボハイブリッドシステムから導入予定みたいです。2023年秋頃発売予定のトヨタクラウンスポーツ、クラウンセダンと被りますね。価格は発表されていませんが、1代目 LM の価格が7人乗りで116万6000ユアン、日本円で約2270万円、4人乗りが146万6000ユアン、日本円で約2850万円だったので、新型 LM は3000万円を予想しております。富裕層の方が購入されるんでしょうね。一度乗ってみたいです。宝くじ当たらないかな。コウヘイ TV。今からエクステリアデザインを見ていきましょう。2代目 LM はレクサス RX で採用されたスピンドルボディとなっているので、スピンドルグリルではありません。これまでのレクサスのフロントデザインはギラギラ感が全開で派手だったと思うんですけど、少し落ち着いた雰囲気のデザインに変更されています。ヘッドライトは L 字のアローヘッド、三眼 LED ヘッドライトを採用。ボンネットの先端にレクサスのエンブレムがついています。サイドのメッキのラインが美しいです。どっしりとしたデザインになっていますね。ホイールはものすごい細いスポークでおしゃれなデザインです。スパッタリング加工になっているのかな。先代と見比べてみると結構変わっています。皆さんどちらが好みですか？テールランプは二文字テールランプになっていて、センターにレクサスのロゴエンブレムがついています。右下に LM500H のエンブレムがついております。 LM500H のテールランプはごついです。かっこいいんじゃないんでしょうか。コウヘイ TV。 今からインテリアデザインを見ていきましょう。広々とした車内空間で木目が採用されていて、ホワイトのインテリアカラーが素敵です。シートの色がホワイトって爽やかで良いです。シフト周りのデザインは RX や NX と似ています。ドリンクホルダーは開閉式ではないんですね。メーターはフル液晶メーターが採用されて、ナビゲーションが14インチなのでかなり見やすいでしょうね。運転席と助手席のドアにスイッチがついております。ここを押すとドアが開きます。後方からバイクや車、人が接近しているときはドアが開かないので、お子様がおられる方は良いと思います。最近の技術はすごいです。シフトの上についているスイッチで前席と後席を仕切っているパーティションの窓ガラスを開けたり閉めたりできます。海外の映画やドラマで富裕層の方が車移動しているシーンなどで見かけるやつです。
アンビエントライトはドアの取っ手部分や足元に採用されています。メルセデスベンツのようなきらびやかな感じではなく落ち着いた感じとなっております。後席は48インチのモニターが装備されています。先代の LM は26インチディスプレイだったんですけど、それよりも大きいです。私の家のテレビよりでかいです。シートは体を包み込んでくれそうなゴージャスなシートで、デザインが素晴らしいです。センターには冷蔵庫がついていて、サイドにはグローブボックスがあります。リアアームレストにはタブレットみたいなのが装備されていて外せます。テレビの設定やエアコン設定、ルームランプの調整などができます。シートはパワーシートで、リクライニング機能やオットマンが装備されております。もちろんシートヒーターやベンチレーションもついています。この新型 LM にはレクサス初となるアームレストやオットマンにシートヒーターを採用しています。女性の方が喜びそうですね。格納式のテーブルも用意されているので、パソコン置いたりできます。この車にはもう一つ素晴らしい機能がついております。温熱感 IR マトリクスセンサーが採用されております。後席専用になるんですけど、乗員の顔、胸、太もも、足首、4つの部位に分けて温熱感を推定することで、エアコンやシートヒーターを一括コントロールすると。さすが LM ですね。開閉式ではないサンルーフがセンターピラーの両サイドに配置されて、センターに木目が採用されています。液晶やスイッチ、エアコンの吹き出し口が左右についております。高級感があります。ここにミラーがついているんでしょうか。スライドドアを開けたところに長傘収納がついています。この車はロールスロイスか。後部座席にもアンビエントライトが採用されています。模様がついています。中国の車、後期 H9 のアンビエントライトも模様がついているので似ていますね。マーク・レビンソンのスピーカーが採用されています。パンチングになっているここから音が流れるんでしょうか。4人乗りの LM は素晴らしい車です。公平 TV。 6人乗りの LM がこちらです。真ん中にパーティションがなくなっています。アシストグリップが装備されていて、リアアームレストにはタブレットが両サイドについております。パワーシートのボタンが外側についています。この LM のシートもゴージャスですね。乗ってみたいです。 USB の口やドリンクホルダーも装備されております。この車はスライドドアのレバーがついています。6人乗りのシートもゴージャスですね。皆さん、新型 LM のエクステリア、インテリアデザインいかがだったでしょうか。世の中にはすごい車がありますね。感動しました。現在高級ミニバンが世界で流行っているので、新型 LM も売れると思います。今日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。浩平でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。